糸が来た。糸なの？エリザベス女王杯。はい、ということで今日はエリザベス女王杯なんですけども、まあ例年でしたら体に数字を書いて、でその体をムチで縛いてもらって、でそのムチで縛かれた部分の数字の馬を買うっていうのをやってたんですが、今年はね、女王様をちょっとブッキングできなくてですね、ちょっと普通にやろうということで普通にやります。まあ特にね、探してなかったというだけでね来年はなんかちょっとやれたらなと思います。女王らしき人に連絡してなんか解明聞こうかなと思ったけど、ちょっと急に電話するのもね、やっぱ女王に失礼じゃんなのでちょっとやめました。普通に自分だけのもので行こうと思います。逆にないからね、自分の予想でエリザベス女王杯買うのめっちゃ久しぶりかもしれんから。去年やったっけな、去年エリザベス女王杯やってない気がするんだよな、動画で。なので普通に買って普通に当てようっていうやつ今日は。い、買ってきました。とりあえず三連複から、はい、ズドン1939から、2572、レイパパレとウイマリリン、赤い鳥の娘とウイマリリンで、2572は、クラベル、ステラリア、シャムロックヒル、デゼル、とだからもうそのレイパパレ、赤い鳥の娘、ウイマリリンのその3頭で決まるとかだともうダメ、外れで、今日3000円で買おうと思ったんで、今2400円なんで、600円だけ、パドックで気になった赤い鳥の娘と、ウィンマリリン。600円。これで、行きたいなと、思います。待て。あと2分が、そう音出していこう。音出てない。音出て、待てない。もう早く買うとこれだから待てない。僕がなんかその帯広好きなのに、帯広あんま、なんだろう、動画撮ったり配信したりしないっていうのは、これなんですよね。帯広って結構早く馬券買うんですよ。すぐパドック終わって、その本番入場までしか馬が映んないから、もうそこの段階で買っちゃうんですよね、馬券を。だから、もうそっから結構20分くらい待つのよ、馬券買ってレース始まるまで。でもそれがもう待てないみたいな。待てないがすごく嫌で。だからちょっとあんまり動画とかでやらないっていうね、やつ。配信でやってるけど、配信でも特にやりづらいよね。自分でやるときはその、万栄競馬さんのチャンネルを巻き戻してパドック見て、で、もうそのレースギリギリに買うの。そしたら待たなくていいから、待たなくていいから、もう、また、もうこれ以上待てませんってならないから。もう全く、もう待ち時間なしで、はい、始まるみたいな感じだからね、やるんですけど、ちょっともう、待て、もう今39分だけど、もうこれ1分が待てない。音出てないもん、これ。音消してたわ。音。はい。オッケー、いや、よっしゃい、阪神競馬場11競争ジャパンオータムインターナショナル、その現地を思い出しますね、横から三宅ケータスみたいな、その横からバッて おっちゃんたちが叫んでるやつ17頭によって行われますスタートしました。はい、赤い鳥って。あ、ウィンマルリンもいい。そして7番シャムロックヒル。シャムロックヒル、よ、シャムロックヒル残したよ。シャムロックヒル残したら最高。サンブールは勝ってない。ウィンマルリン、はい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 。はいはい。あとは3番。赤い鳥の娘レイパパレをマークする形か、あとは3馬身差、中段に5番ステラリアが行って、伊豆城の奇跡、ルインキーの、いや、いいですよ、終わりでいいですよ。6番のランブリンガレー追走していきます。あとはデゼルです。さらにはテルセット後方にいて、デゼル何番だっけ、第1コーナーをカーブ、デゼル12番ね、デゼルも見とこう。7番シャムロックヒル、2番手が14番ロザムール、2コーナーをカーブします。ロザムールは勝ってないから、9番のウィンマリリンが3番手、そしてレイパパレ、さらに外には
3番の赤い鳥の娘がいます。そして一番審査員中段には4番の伊豆城の奇跡です。さらに3枠2頭ランブリングアレーステラリア、そしてウィンキートス、内から上がってきました8番テルセット。3コーナーへ向かいます。3馬審査デーゼルです。デーゼルが追走して、さらには赤い糸、そして内側2番のクラベルです。これから3コーナーを向かいます。後方は3頭、17番トトブキテキス、そして1に無事いいよ、すごくいいよ。1番ソフトフルート、第3コーナーをカーブしていきます。いいよ、さあこれウィンマリリン来ちゃうんじゃない、これウィンマリリン行けちゃう、ウィンマリリン。あーでも赤い鳥、ウィンマリリンと赤い鳥来ちゃうね、来ちゃうね、来ちゃうよ。ウィンマリリンが4番目、赤い鳥一緒に合わせていこう、一緒に合わせていきます。完璧です、一緒に行こう。あらウィンマリリン、ウィンマリリンついていけ、赤い鳥について、糸なの？糸？ちょっと、ガー！鳥が沈んで、糸、ステラリ、糸が来た！糸！ウィンウィンじゃなくて、赤の糸！赤い糸が堂々と直線抜けました。赤い糸、はあ、いやだってステラリアもクラベルも入れてんのに赤い糸なんか軸にはしないよ。赤い糸か、えお嬢さん当たってる、えデコボンさんも当たってる、え何516で買ってんの、え何516、え生まれは買ってない、え3連単330万、340万ほぼくー、夢あるっす。待って、52ワイドで7400円でしょ、で516ワイドで9600、やばいワイド取ってる、なんなんやば女王おったわ、うちのサロンにおったわということで、また来週から北海道の後半、紋別編がスタートするんで、ぜひそちらを見てください。今日はこれで栗びつ天行エリザベス女王杯、さよなら。ケチすげー、え、何生まれん撮ったんすか、はい、生まれん撮ってる人もいた、生まれん5万だよ、やば、え、これいくら買ってた、え、100円じゃないでしょ絶対、かーマジかー、すごい300、おい印ついてんだよ、ここ印ついてんだよ、これすごい、レイパパレ掲示板にも入れず、いやすごい、おめでとうございます、すげえな、6700万ウィン5、とんでもねえ金持ちが生まれた今日。